アテナやダッキの軍勢に勝利するが、ペルセウスの奪還に失敗してしまう。ダッキは高笑いを残し戦場から消えた。同時にこの戦いでダッキらが属す第三勢力の存在が明らかとなる。新たな敵の出現に連合軍は陣容のさらなる強化を模索する。そんな折、異界にある人物が引き込まれた。戦界の住人カグヤである。幼者との激闘を共に乗り越えた彼女が味方になれば心強い。連合軍は妖魔に襲われているカグヤを救うべく動き出す。父上、来るのが遅いのじゃ。まったく、あなたという人は考えなしに行動するのはやめなさいと何度も。あまり心配をかけないでください。そうして世話を焼くから、いつまでも娘が成長しないのではないか。芝居様、その申し上げにくいことをそうはっきりと。ふむ、わらわが成長を見せれば父上も心配せずに済むのじゃな。ならばかぐやとやらはわらわが救う。父上、ここは成長した娘にお任せなのじゃ。待ちなさい。行ってしまわれましたか。私たちも急いで追わなくては。カグヤというもの、この辺りにいるという話だったが、見当たらぬ。向こうで誰か戦っておるのじゃ。芝居殿、行ってみるのじゃ。あれは、そうでしょう。残念ながらカグヤではない。だが、話を聞いてみる価値はある。決まったな。そんなことを言っても父の目を盗み無茶をする気ではないでしょうね。ご安心を。乱が共に生き、お守りいたします。光秀様もお気をつけて。へんてこな生き物が出てきたのじゃ。芝居殿、どうすればよい。教えよ。指揮する将がどこかにいるはずだが、まずは邪魔な怪物を片付けるのが先か。さすがは芝居様。ラン、修羅に入ります。へんてこな生き物はやっつけたのじゃ。してこの後はどうする。芝居殿、教えよ。指揮する者を探し出し倒すのだな。姿を隠しているとすれば、あの砦か。早速行ってみるのじゃ。だが、いつまたあの怪物が現れるかわからない。孫悟の将とも早めに合流した方がいい。ラン、ソチが行って助けてやるのじゃ。わらわのことは心配ない。わかりました。二人の将を救援し、すぐに合流いたします。よくやった。お前がいれば必勝の策が描けるわ。何なんだこいつら。そこで隙に悪い連れしやがって。鈴の観念を持ってあげて。俺はわけわからないまま浮かれるなんてごめんだね。だったりめえだ。こんなとこで固まってたまるかよ。おい、いかにも何か出そうな砦なのじゃ。ここでひるんでは
負けなのじゃ。大敗の気配を見抜くとは、あなた行きましょう。に踏み込みよって食らいつかしてくれるわ。なんだこの化け物。こんなのがいるなんて聞いてないっつーの。おいかんね、このままじゃまずいぞ。指揮するものはやっつけた。ヘンテコな生き物も怖くないのじゃ。これで孫悟の二人に貸しができた。かぐやとやらの居所を聞き出すこともでき。さすがは芝居殿、悪知恵が働くのじゃ。目つきの悪さは伊達ではないの。無事のようじゃな。操っていたものは倒してやったぞ。やるじゃねえか。こっちもあと少しで片付きそうだ。まあ手伝ってくれてもいいけど。口を撃ち抜いたぜ。行くぜ。おかげで助かったよ。けど女の子を救いに来たよ。女の子に救われてたんじゃ世話ないっつーの。女？欲しいよ。こっちは来てよ。ここらで見たって話だな。向こうで喧嘩するの。ありゃ長領か。よっ、ご無事でよかった。あなたに何かあれば光秀様に合わせる顔がありませんので。心配いらぬのじゃ。頼もしい芝居殿がおるのじゃ。足を引っ張るようであれば置いておくがな。超軍縁の部とくと見よ。俺の番だ。やるじゃねえ。面白くない。とりあえず行っとくか。ここは数で勝負だ。ウケー。チョコ材な。私にまやかしなど通用せんぞ。もっと叩きしまうべき。むしろ勝利を激しくいくぜ。泣く子も黙るといいんだ。助けます。何をおののいている。お前も所詮子供という証だな。俺の番だな。そこの猛者、安心せよ。わらわたちが来たからにはもう大丈夫なのじゃ。それは片付けない。お二人、長領殿、分身をいくら切っても拉致が明かり、あそこにいる本体を狙われる。無事に合流できたのでしょうか。せずに待つというのは辛いものですね。この辺りにかぐや殿はいないようです。我らも別の方面を探ってみるのはいかがですか。そうですね。北へ向け進みましょう。この先の城にいる女子がそうであろうか。そうに違いないか。しかし芝居殿、なぜ子守のようなの。それは聞かないでもらいたい。いきなり女に囲まれてしまうとは。救援はまだでしょうか。ほら、やっぱり来ちゃったんだ。困るのよね、あなたに人間の味方されると。でもダッキちゃんの邪魔するん。そんなうちが許さへん。さて仕事だ。
根に飲み込んでやろう。さあ滝に出してやろう。お見事な戦です。まるでその覚悟のほどが花となって咲くような。これでようやくかぐやを救えるの。父上もきっと褒めてくれるのじゃ。これも芝居様のおかげですね。ずいぶんと遠回りをさせられたものだ。さっさと救い出すぞ。おお、そっちかぐやじゃない。助けに参ったぞ。皆様お懐かしい。あら、お邪魔虫の登場ね。いいわ、まとめて消してあげる。助けてくださりありがとうございます。これよりは私も皆様と共に参りましょう。そうはゆかぬぞ。これ以上旋回の者に邪魔はさせぬ。己次から次へと。石破と参る。かぐや殿を渡すわけにはいきません。邪魔立てするなら打たせていただきます。こちらにも事情があるので悪く思わないでもらおう。父上の危機なのじゃ。わらわが助けに行くぞ。私も共に参ります。助けていただいたご恩を返さなければ。ならば私は敵の視界のもとへ向かおう。これでようやく子守から解放される。芝居様お待ちください。乱も共に参ります。類いまれなる武をお持ちと見える。この張文彦とお手合わせ願いたい。見る目だけはあるようだが、人間の分際で神に挑むとは愚かなことよ。この戦場、俺が混沌に飲み込んだ。私もより一層の努力を重ねてまいります。違いないか。お前が真の三国武装だぜ。連れてやるわけにはいかん。父上、助けに参ったのじゃ。かぐやも吠え、この通り。はい、無事に助けていただきました。よく頑張りましたね。ですが、あなたの無事を何より嬉しく思います。さて仕事だ。しょうがないわね。好きにやれると思うなよ。俺の番じゃない。敵としては勝負にならん。西本お前ら、我が神通力味わえ。どうし、始まった。さすが気合入ってんな。さて仕事だ。俺の血も熱くなってきたぜ。この先には行くな。行かん方がお前らのためなんじゃ。行くべきか否か、それを見極めるのは軍師の役目。おとなしく道を開けてもらおう。うちの人が親切で言ってるのに。わからない子だね。こうなったらお仕置きだよ。さて仕事だ。俺の番だな。とりあえず言っとくか。いいよ、任せとけ。
全開の者と手を組むことは許せない。おとなしく諦めるのでない。撤退するのかない。これで消えてくれ。かぐやの他にもたくさん仲間が増えたのじゃ。大勝利なのじゃ。お救いいただき感謝します。これからは共に参りましょう。芝居殿、娘がお世話になりました。子守は二度とごめんだ。まあ、子を心配する気持ち、わからぬではないが。お救いいただき、ありがとうございました。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。改めまして、私はかぐやと申します。皆様のお役に立てるよう尽力いたしますので、どうぞお見知りおきくださいませ。なるほど。確かにジョカ殿のおっしゃる通り、たおやかで物静かな方ですね。父親もわらわにかぐやのようになってほしいのか？いえ、あなたはあなたのままでいいのですよ。よく頑張ってくれましたね。ところで、ここはどこなんだ？あんな薄気味悪い敵、見たこともねえが。それは、私から説明しよう。なるほど、信じられないとも言ってられないか。実際、妙なことが目の前で起きてるわけだしね。神の軍勢、それにダッキの軍、奴らに対抗するためにはまだまだ戦力が必要だ。できればお前たちにも来てもらいたい。承知した。元の世界に戻るためにも貴公らと共に戦い、いかなる敵をも打ち破らん。We'll be right back.